浜口内閣は、衆議院議員、立憲民政党総裁の浜口有子が、第27代内閣総理大臣に任命され、1929年7月2日から1931年4月14日まで続いた、日本の内閣である、1929年7月2日任命、在職日数652日、1929年7月2日任命、 1929年7月5日任命。1929年7月5日任命。内閣発足当初。立憲民政党を中心とする政党内閣だが、一方で、貴族院の新民政党議員を多く入閣させたところに特色がある。外務大臣には外務省から茂原基十郎を起用し、その協調外交は茂原外交と呼ばれた。 また財界から信任のある井上淳之助蔵将を起用して金解金、緊縮政策、産業合理化を断行した。また、声優界の反対を排除して、ロンドン海軍軍縮条約を結んだ。これらが右翼からの反感を買い、1930年11月に浜口首相が東京駅構内で右翼団体愛国者党員の佐郷屋留夫に銃撃されて、 執務不能となると、官令により、閣僚の中で、宮中席次が最も高かった締原が、内閣総理大臣臨時代理を務めた。しかし締原は、民政党員でない上に、臨時代理が長期に及んだことなどから、その失言をきっかけとして、野党声優会からの激しい攻撃を受けることになり、過量入院中の浜口が杖をつきながら、復帰することとなったが、 病状の悪化により総辞職した。その4ヶ月後に浜口は死去した。浜口は初の明治生まれ、高知県出身の総理大臣である。ありがとうございます。